はい、ということで今日は何やるんですか。今日はですね、江頭さんの YouTube を見てますよ。見まして、はいはい、あの早口言葉っていうのをやってて、うん、まあ、ルールは、僕がちょっと早口言葉用意してきたんですけど、うん、それをこの Google のマイクで、あ、音声検索、音声検索をして、うん、ちゃんと正しく検索できるのかっていうので、結構それ面白くて、いやいやいや、そんなのできるに決まってるんですよ何を言ってるの、こう、うん、難しいの。あ、そう、はい、え、やったことある。ちょっと練習しました。あ、本当。じゃあそれを私でやってみようかな。はい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 。ちょっと、え、ちなみに、はい、江頭さんはどうだった。江頭さんは、うん、まあ、そもそも苦手で早口言葉が、はい、失敗したら、うん、滑舌水っていう、うん、ちょっと罰ゲームのものを飲む飲むという。私は今日でも罰ゲーム用意してないですもんね。できなかったら、うん、次の動画で罰ゲームとかでもいやマジか、はい、バンジージャンプとかやめて結構それ用意する方も大変なんですね、本当、うん、まあ、ちょっとなんか考えます。はいはいはい。まあ、できますよね、うん。じゃあまず、なんかごめん、まあ、やり練習しましょうよ。すっごい乳首かい。はいいいですか。はい。僕ちなみに余談なんですけど、うん、学生時代のメールアドレスが乳首ドット痛いでしたお願いします。ありがとうございます。ちなみにミクシー名はアニンドフです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとまず、はい、ちょっと練習でこれ Google のアプリでこれ持ってもらって、はい、あのマイクのところを押して、はい、僕が今出すので、じゃあ一回、じゃあいい、はい、あ、すごい、じゃあいいって検索してる。結構あの感度いいです。じゃあいいってしてます、うん、ちなみにじゃあ佐藤光大でもいこうかな。佐藤光大、お、バッチリ出ますね。間違えた情報ないですか。いや、正しいです。ウィキペディアさん、ウィキペディアは僕のあの実家の、はい、結構細かい住所まで出ます大丈夫ですかそれ。え、大丈夫です。あと枝番のみです。あ気になる方は、いやもうね、調べてください。いいってだってもうよくでもありますね、関連キーワードに佐藤答え実家がトップに出てきますから僕調べてないっすよはい、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあもう出したら、うん、パッてすぐ言ってください。なるほど。いきますよ、これ練習です。はい、せーの。骨粗鬆症出ました。公益財団法人骨粗鬆症財団によれば骨粗鬆症とは長年の生活習慣などにより骨の量が減ってスカスカになり骨折を起こしやすくなっている状態、もしくは骨折を起こしてしまった状態のことを言います。あ、でもこれいきましたよ私。すごいです。まあ練習なので、これはまあまあいけるわ。レベル1です。これはだっていきますよ。もうちょっと早く言ってください。あのもう押してから出します。 OK、 じゃあ押すよ。はいはい。ブラジルのブラジルの家ってやつよこれちょっとあ、ちょっと待って、もう一回じゃあリベンジします。悔しいね。見ましょう。では、ブラジル人のミラクルビラ配り。来ました、来ました、ブラジル人のミラクルビラ配り。ちなみにどんな検索出るんですか。あの YouTube の早口言葉が多分出てきますね。いいよ、まあまあ、まあまあ、今のところもいいですよ。徐々に上がってるんで。今のはワンミスですか。何回ミスしたらあれなの。何個も問題用意してるの。あと3ですけど追加できます。いや、あと3いきましょう。じゃん、3で、あと1回ミスったらダメにしましょうか。3問中、1問ミスったらただダメだけど、はい、今後何かしらの。え、ってことはさ、3問中3問正解しなきゃいけないの。そうっすね。え、まあでも、そりゃだって得意ですよね。いい声。いや、まあ、でも、噛みますけどね。マジっすか。はい、じゃあ、いきますよ、はい、バナナの謎はまだ謎の謎だなんて寝ました。あ、え、バナナの謎はまだ謎のなのだ。謎なのだぞ。でした。ダメですね。ダメですね。あれ。でも、すっごい優秀だね。いや、そうなんですよ。しかも、なんならちょっと間違えても正しい方向にしてくれるんだ。変換してくれるんですよ。なるほど。かいいですか。
なんかちょっと今日かゆいんだよな。調子悪いっすね。特に右が。右っすね。たまにありますよね。あります。今日そういう日です。月1、2ヶ月に。入輪がちょっと。それ思春期になるやつなんですか？それあれ、蓄痛です。蓄痛です。はい。じゃあもう、罰ゲームは確定。まあ、なんでしょうね。いや、わかんないですよ。こっから2連続正解したら、免除します。免除かもしれない。結構むずいです。結構むずい。もう見せれないですよ。オッケー。待って。右耳の2ミリ、右耳、2ミリ。え、もう一回言う、見せて。あ、え、ちゃんと検索してるぞ。全然言えてなかったっすよ。右耳の2ミリ右に右。お、ちゃんと検索してる。絶対言えてないっすよ。いやいやいや、いいんだよこれ。え、ちゃんと検索してくれて、これだからセーフだって言ったもんね。確かにセーフ。OK、はい、それは。お、すごいじゃん。まあ、だけどあれっすよ、すごい低評価なんか思うけど、まあまあまあ、そういうゲームですから。そういうゲームですよ。これラッキーですよ。ラッキーゾーンですよ。ラッキー、今のはじゃあ、まあ、でも一番最後が。またやらしい。これ僕言えないっすね。見ても言えない。マジで？そんな。九州空港の究極高級航空機。行きました。マジっすか？行きました。すごい。行きましたよ。これはすごいっすね。行きましたって、これ。ボケてる？ボケて見えない。九州空港の究極高級航空機。究極高級航空機、僕これ来ましたよ今。すごいっすね、さすがですね。おお、いった。でもこういうのも家で皆さんこれ今度遊べますね。あのね、今ね、ファンザフタヌーンって番組やってるんですけど、 FM のオセーブで毎週日曜日夕方4時から1時間半に今拡大して、30分拡大しましたね。そうで、木村愛理ちゃんとやってるんですけど、はい、その番組の中でもいろいろこう心理テストとか、うん、ゲームコーナー的な部分があるんですよ、はいはいはい、そこでちょっとこれやってみてください。愛理ちゃんに生放送、ま、生放送無理か、収録ででも、そうっすね、木村愛理ちゃんに私仕掛けてみよう。愛理ちゃんが言えないわけわけがないじゃん。ないですね。あの子もだってキャリア長いから。ちょっとじゃあ俺そのファンズアフタヌーン、ファンアフでもやってみますよ。これ楽しみに放送を。はい、早口言葉やってみます。ありがとうございます。とりあえず今日はじゃあ一旦僕の勝ちっていうことでいいですかね。そうですね、ちょっとまた難しいゲーム見つけて、うん、はい、やってみたいと思います。ありがとうございました。